菅原サウサンプトン、ボーンマス2敗戦で開幕6戦連勝。プレミアリーグ第6節、サウサンプトン VS ボーンマス。サウサンプトン下手なくせに無駄に繋ごうとするのなんなんや。縦ポンやってる方がまだ可能性あるやろ。中盤が下手すぎる。セインツ、アーセナルとの試合の前に解任されそうで草。セインツ大崩壊しておる。セインツはベンチにストライカーいすぎだし、ウォーカーピータース使わんしなんこれ。やはり菅原とディブリングの右は固定した方が良さそう。なんかランボがかわいそうだよ。騙されてこんなチームでプレイさせられて菅原も光。ボーンマス強いかよ。菅原は結構いいのにかわいそう。やっぱりサウサンプトン菅原の守備は悪い。一向に改善されず、日本代表は 3-4-3 で順野で行くしかない。マイクマもいまいち、富安という手もあるけど怪我だから正直計算できないから、誰も酒井宏樹を超えられんな。その片鱗もない。セインツはこのままなら降格は免れないだろうけど、菅原個人は調子保てれば個人残留はできるんじゃない。今日はあまり良くはないみたいだけど、このままだとプレミアに移籍したはずの松木玖生がチャンピオンシップに移籍したことになってしまう。これ勝てないならセインツはほぼ確定で降格やな。あとの2枠はエバートンとウルブスが今季はすこぶる下振れてるからどうなるかわからんな。4部のチームかと思った。